せーの、どうも、ヘサオリタです。今です。田村です。本日の企画はちょっとお久しぶり系です。おお、発表します。はい、1週間月見商品しか食べれない生活。よっしゃー。はい、久々の1週間生活。正解です。うぃー、夏でも季節的にあの月見の商品がめちゃくちゃ出る時期じゃないですか。そうですね、はいはいはい、それを1週間毎日3食その月見という商品しか食べれない生活を私リーダーがやっていきたいと思います。わー、ファイト。おもろい。なるほど。いやー、どんな商品があるのかなっていうの気になって。いや、そうだね、はいはい、恥ずかしながらマックの月見バーガーしか知らなくて、ほんとパッと思いつく。なるほど、月見系ね、確かに、はいはい、いろんな月見商品をみんなで見せれたらな。わー、はい、いいな、はいはいはい、素晴らしい。確かに敵にリタがそういう企画。なんであの、うまいんだよ食レポがね。食レポ、うん、いや、ハードル上げないでくんな、リタ。いやいやいや、本当にチェックです、リタの食レポ。まあまあできればなとは思いますけれども、うん、うまいか。という生活を本日はやっていきたいと思います。ありがとう。というわけで早速やっていきましょう、タイム。はい、こんにちは。というわけで月見生活1日目来ました。こちらびっくりドンキーさんでございます。びっくりドンキーさん月見やってんの初めて知りました、ね、初めて知った。そうなので、ちょっと調べたら出てきたので食っていこうというわけで、早速でもこの席に着いたらですね、もう月見のメニューがあります、ね、うまそう。うまそう。結構ねラインナップ豊富なんで、この辺の王道のハンバーグのやつと、まあポテトぐらいは頼もうかな。はい、というわけで全部来ました。やりすぎたー、絶対ミスったー。はい、まずこのメインが月見てりたまマヨバーグディッシュで、このポテトが月見てりたまマヨポテトで、デザートに月見塩キャラメルでございます。やべ、腹減ってきた。さすがに最初にちょっとアイス来ちゃって溶けちゃうんで、食ってみていいですか。うん、いただきます。あ、うまっ。うまっ。月見感って言われたら別にないんだけど、うん、まあ、栗とかかな、はいはいはい、これハンバーグいっちゃいますね。もうドクシー、新鮮。ドクシー、うわー、これみんなもいただきます。うん、うまっ。うん、この卵サラダがやばい。相性バッチリ。卵感マックスでやってるね、このビッグ丼は。合わないわけないもんな、ハンバーグと。で、このちょっと甘い照り焼きソース。あ、ポテトもちょっと卵の下に卵サラダがあるわ、同じハンバーグと。見てこれ、やっぱ。いただきます。うまいに決まってるじゃん。これ破壊、月見ポテトとかじゃなくて破壊にした方がいい名前。いや月見ナンバーワン決めるの面白くない。俺1週間食い続けて。ああ、いいよ。今までマックしかなかったからね。マジでマックしか食ったことない。食う。じゃあちょっといただこうかな。うん、食ってもめちゃくちゃうまい。商品名破壊にしてほしい。いや、それはやめた方がいいって。うん、破壊的にうまい。食いすぎ。よし、完食。やばい。とりあえずビクトン完食。ちょっともう無理です、終わった。今日何もいらない。1食目だよ。こんばんは。こんばんは。月見生活1日目の2食目でございます。こんばんは。2食目はちょっとカズシと一緒に食います。あとは置いて。わかりました。で、今回買ったのが月見牛とち丼っていうやつを買いました。テイクアウトで。カズシも一緒でしょ。うん、一緒です。牛丼もあるの初めて知りました。うわ、すごっ。ちょっと俺も初耳だわ。青いとも話したんだけど、マックしか知らないレベル。いや、うん、そう。月見うどんとかはたまーに聞くかな。たまにね。あ、たまに。うわ、これやばい。あ、やばいことしてる。おお。バンクスですいません。じゃあいただきます。いただきます。月見牛とじね。牛はうまいだろ。うまっ。あ、美味しい。ちょっとすき焼きっぽさがある。ビクドもそうだったけど、照り焼きソースとかかかったから、うん、ちょっと甘い。なるほどね。で、これは牛だからさ、うん、余計にちょっとすき焼きっぽいね。そうね。でもこれは照り焼きソースとか多分かかってないですね。うん。あ、めちゃくちゃ美味しいじゃん。牛丼あんま好きじゃないけど、これすげえうめえわ。あ、そうじゃん。そこ懸念点じゃん、ね、めっちゃ。そうなんですよ。さあ、完食。はい、ナイス。はぁ、どうしようか。まあ、ぶっちけこれで十分すぎるんだよね。いやー、俺企画とかじゃなかったらこんな食わないからさ、普段。いや、そうね。すごいな、大変だなー、こっから。え、1日目かよ、これ。さて、3食目食べまーす。あ、マジだー。またまた月見です。今回、セブンイレブンさんでゲットしました、お月見とろろそばー。あー、コンビニにもありました。それうまい。え、これ食ったことある。食ったことある。え、月見の。それうまい。あ、マジでうまかった。じゃあもう一個うまいの分かってるし。違う。だからやっぱり気にしてないだけでめちゃくちゃなんだな。あるんだね、お月見は。いつもの俺が食ってるとろろそばにこいつ入ってるみたいな感じかな、卵。うわ、すごっ。
これ絶対うまいわ。こいつは俺の編集のお供の夜食として食います。はい、いただきます。わこれは絶対うまいわ。おいしいね。うん、卵あった方が当たり前にうまいな。もう何でもかんでも卵だよ。卵ってマジで優秀じゃない。うん、優の秀。ごちそうさま。はい、ナイス。1日目終了だ、この人。1日目終了、やば。今日1日でめっちゃ食った、お月見。うー、まあ明日の目処もつけてるんで、まあちょっと楽しみにしておいてください。いろんなお月見紹介していきます。そうですね。美味しかったです、ごちそうさまでした。はいはい、おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。月見男生活2日目です。なんでだよ。本日はかなりバタ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 リンコしてまして、ちょっと1食目お家からお送りしまして、テイクアウトしました。本日の1食目はこちら、ドーン、ピザハットさんでございます。ピザです。あ、すげえ、もうチラシ入ってるわ。ピザにも月見あんだね。ね、おもろくない？月見ピザっていうのを注文しました。で、ピザといえばハーフ&ハーフができるので、月見マヨチキと月見プルコギのとろーりハーフ&ハーフにしました。いや、めしてるやん。ドカーン、ガーン、すげえ。上がプルコギだろうな、多分。下の方がマヨチキだね、多分。はい、というわけで1食目からピザ、朝からピザいただきます。じゃあまずはマヨチキの方。ほら、もう卵乗ってる真ん中に。うわーお、うわーお、うわ、マヨと照り焼きのパンチ半端ない。昨日の中より一番ダントツで濃い。うわうわ、これうめえ。で、今度こっちの月見のプルコギの方いただき。もうやだ。絶対じゃん。あー、うまい。え、めっちゃ味プルコギじゃん、これ。すごい。マヨチキの方が月見感感じるな。卵感というか、ヘビーだな、1食目から。いや、確かに1食目に食べるもんじゃないぞ。やっべえな、これ。俺のおすすめは月見マヨチキかな。あー、これちょっと今日僕編集してるんで、こっから何枚食べよう。これ一撃で食えねえ、濃すぎる。ということで、また2食目でお会いしましょう。はい、はい。月見せっぽいな。はい、2食目だ。2日目のね、編集の区切りついたんで2食目食います。さすがに腹減りました。というわけで今回はロッテリアさん買ってきました。ロッテリアもありました。マックはね、明日からなんですよね。なんでまだやってないんですけど、バーガー2つ買ってきました。ドーン。はい、2種類ありまして、和風半熟つくみの旨辛照り焼きバーガー、同じく月見シリーズの絶品チーズバーガー。はい、この2つを買いました。和風月見か。ロッテリアさんはどうなんでしょう。まあ、ずっと言ってますが、僕は月見はマックしか食べたことないので、他のバーガーは初めてです。絶品チーズバーガーちょっとやばいけど大丈夫そう。溢れ返ってるけど、うわ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 、これやばいぞ。じゃあ絶品チーズバーガーいただきます。うわうわ、おいしそう。うまー。これうわ、半熟だ。見て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 、ぶにゃぶにゃ、うまっ。もうバンズがふわふわで、卵がさ、口の中でジュワジュワジュワってくる感じ、最高。これ余裕で食えるわ。で、もう一個が旨辛照り焼きバーガーですね。こちらも一緒に見ていきましょう。うわー、辛そう。いかにも辛そうですね、この溢れてる感じが。いただきますと、うん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 、あ、辛い辛い、結構辛いっすよこれ。旨辛と言いながら、これもこうやって半熟入ってるんですけど、ソースが結構辛いんよ。だからこの卵でまろやかにいい感じに中和してる感じ。辛いの好きな人はね、大好きだね、これ。あー、俺こっちだな。最高、腹減ってたから余裕だった。超お腹いっぱい。今日もね、この後まだ一生編集とか撮影もあるんで、またお腹減ったら、まあ深夜ぐらいになるのかな。3食目食べたいと思います。もう3食目の目がついてます。うわ、何ですか。それはお楽しみ。顔やば。おい、顔関係ねえだ。はい、どうも、3食目です。おのんこさん、よく、すいません。今回はですね、すき家に来ました。月見すき焼き牛丼2個だね、種類。月見すき焼き牛丼と月見旨辛すき焼き牛丼。じゃあこれ2つ頼もう。吉野家さんもあったんで、まあすき家もあるでしょうって感じですよね。じゃあこの月見2つを食べていきます。さて、到着しました。こっちが、普通の月見すき焼きかな。こっちが旨辛の方ですね。めちゃくちゃうまそうだね。牛丼あんま得意じゃない僕でも、ちょっとすき焼きは大好物なんで、ちょっとうまそうです。じゃあまずはノーマルの月見から。なんか月見っていうよりかは、なんつうんだろう、すき焼きだな。うん、美味しいねこれね。すき焼きだね。まあなんか月見とはって感じするけど、正直卵乗ってるだけじゃないって感じはしますね。じゃあ次、旨辛の方。辛いもの好きとしてはこっちの方がうまそう。いただき。ほら、旨辛すっげーうまい。味また全然変わるわ。まあ辛いっすね、結構。最高最高。もう食トレだと思って頑張ろう。大食い担当になるんだ。でも
こんだけ具たっぷりで卵も乗って690円ならめっちゃ安いな。食うたびは思うけどさ、牛丼の波って結構多くね。多いよね。月見感は置いといてめちゃくちゃうまい。食いました、ごちそうさまでした。やばいこれ絶対明日の朝に響く。終わった。月見生活は、2日目で終了です。皆さんありがとうございました。はい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 、おはようございます。月見男生活3日目です。昨日深夜に牛丼を追い込みすぎて全然お腹が減ってません。ただし僕は月見を食べ続けなければいけないのでこちら買ってきました。パンポンシコーン、マクドナルド。あ、すげえ、入れ物も月見じゃん。今気づいた、かわいい。はい、マックさんが月見指導したというわけでもう早速買ってまいりました。3種買ってみました。まずまあ普通にバーガー、芳醇ふわとろ月見と、マックといえばこれよね、月見パイ、はい、甘い系と、月見マックシェイク、このカスタードプリン味っていう、これもあったんでこれも買ってみました。この芳醇っていうのはどういうノリなんだろう。あ、バンズがなんかすげえ柔らかそうな感じよ。ほら見て、すごないこれ。ほんじゃ、いただき飯うま星人。うん、うわ、これって感じ。やっぱ俺はもうマックの月見ばっかしか食ったことなかったからこれだわ。あー、美味しいな。で、やはりバンズがめちゃめちゃ柔らかい。でも月見ってもともと柔らかいイメージなんだけどな。おもろい、ソースが入ってる。これなんで、味ちょっとわからんけど、これわかります、トマトクリーミーソースらしいっす。へえ、面白い。で、バター香る風味豊かなふわとろ食感のスクランブルエッグ風フィリング。横文字多いて。じゃあ次、マックシェイク飲みます。これ気になっておりました。カスタードプリンだからな、甘いんだろうな。めちゃめちゃカスタードプリンすっげえうまい。まんま多分みんな想像してるまんまだと思う味で。月見パイ、こいつよね、こいつちょっと食うわ。じゃあいただきます。これは多分いつもと中身変わんないよねこれね。あ、でもどうなんだろう、きなこ餅とあんこらしいわ。きなこ餅なんだこれ。月で餅つきをするうさぎに思いを馳せたくなる秋のイメージにぴったりの一品です。ピンとこないわそれ。ちょっと甘々込みだから俺ちょっと一品でこれ食えねえな。うまい。ちょっとマック他の月も気になるから、どっかで1週間あるからさ、もう一発行くのありだな。じゃあまた2食目で、ごちそうさまでした。はいどうも、月見男生活今日2食目ですね。ちょっと今先に動画が上がってるんで分かると思うんですけど、あの急遽生配信でキックボードでディズニーランドまで行かなきゃいけなくなりまして、今それ中なんですよ。その生配信が急に決まって、で急に僕が走るってなったんで、ずっと食えてなくて、あの1食目から飯を。でね、今ねまだキックボード始めてね3キロ地点ぐらいなんだけど、腹減りすぎて力が出なくて、じゃ一旦飯食おうっていうタイムです。今ちゃんともう事前にケンタッキーで月見買って持参してます。僕のお弁当です。ということでね、キックボードとは切り替えてちょっと月見に移るんですが、ね、ケンタッキーもすごい美味しそうで、月見和かつ具沢山タルタルとかいう化け物みたいなうまそうな名前のやつと、あと僕がケンタッキーで好きな月見ツイスター、はい、この2つを2食目として食べていきます。もうね深夜なんだけどね、ずっと食えてなくてさ、生配信もしてたから。うわすっごい、見てこのタルタルとこのクソでかいボリューミーさ、触る？すさまじいねこれ。いただきます。うん、うん、うん、これタルタルがブリブリでカツと合うね。でパンも柔らかい。これ冷めてんだけどさ、結構前に買ったから、それでもめちゃくちゃうまい。月見をタルタルと合わせてきたか。で卵もねちょっと半熟っぽい感じでとろって黄身が。いやまさかね俺がなると思ってないからさ、生配信中さずっと腹減ってたんだけど、俺月見しか食えないからやっと食えた飯で、生配信はそのまま準備してさすぐ出たから本当に食う好きなくて次月見ツイスター食べます。全然食えちゃう、腹減りすぎて。これツイスターの中に卵思いっきり入ってるの面白いよ。でもさっきのタルタルバーガーの方が圧倒的にうまいぐらいやばい衝撃が。こっちはやっぱタルタルない分すごいねさっぱりしてる。なんか味の主張もそんな強くない。だから卵をね結構ダイレクトに感じれるわ。いやケンタッキーさんめちゃくちゃ優秀です。美味しゅうございました。ということで2食目はこれで終わりです。多分3食目もどっかキックボード中に食うかなって思うんで、ちょっとわけわかんない価格だけど3日目許してください。ほんじゃキックボード頑張ってきます。お疲れした。お疲れ様でした。いや、本当にお疲れ様でした。いやもう、ディズニー最高 !8 時半、朝の。まあ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 。グロー、リーダーさん、これ待ってますから、全然。マックです。で、朝ごはん。えぐいって、キックボード走ったんだよ。まあ、関係ないっすね。なんでこのチャンネルマジうまそうだけどね。片隅にあったよ。あ、2食しか食ってねえなっていう。あ、もうちゃんと俺が食ってねえやつまだ。チーズ月見と、月見バーガーですね。こちら食いましょう。いやー、あー美味しそう。奮い立たせておりますね今。
自らを。これシンプルのね、月見バーガーですね。いただきます。当たり前うまいよ、これ。チーズ月見も食いますわ、ちゃんと。これチーズが、おぉすごいやん。うわ、すごっ。もう飛び出ちゃってるんだ。いただきます。あ、うまっ。チーズ超たっぷり。チーズと卵は合うな。いや、僕こっち派っすね。ありがとう、めっちゃうまいわ。よかった。ちょっと寝て起きたら4日目ってことですね。えぐいでしょ、これチャンネル。寝かしてくんねって思うぐらい。はい、頑張りまーす。月見男生活4日目でございます。はい、キックボだけでーす。いやー、体はボロボロですが、月見はやってくるというわけで、本日テイクアウトしました。あのね、おもろいんですよ。今回、米田コーヒー、もう月見があるのを発見しまして、ちょっとテイクアウトしたんですが、何を買ったかと言いますと、お月見フルムーンバーガーっていう、でかっ。え、待って、でっかっ。出たよ、米田のまた逆詐欺。あーね、名物だもんね。2個分ぐらいハンバーガー、米田の月見堪能していきましょう。いただきます。うん、だっけ。なんかさつま揚げみたいな入ってない、ハンバーグと。え、さつま揚げかも。ほら、これ下のさつま揚げっぽいのとハンバーグみたいな。あー、わ、あー、おいしい。なんかね、ハンバーガーっぽくない。サンドイッチ、サンドイッチに近い。あ、面白い。ミスってるな、これ。1食は2食分ぐらい食ってる。ということで、はい、1食目ごちそうさまでした。あ、待ってる、これ。うん。いやあ。久々でーす。確かに俺ら動画打つのめっちゃ久々だね。久々。はい、2食目です。え、全然紹介してくれよ。何が？あ、久々だねとか。一言でそんな言うの。今ね、あのエスポのケイスケのお家に遊びに来てます。はい。そう、マサイさんとスマブラしてました。あ、そうなんです。今マサイさんとケイスケと僕3人で合宿一回も途絶えずに。で、今ね、マサイさんが帰られて、はい、ちょっと僕今月見生活してるんで、1週間毎日3食っていう縛りしてて、で今回は吉野家のチーズ月見です。絶対うまいやん。俺らウーバー禁止やからさ。あ、そうじゃん。いただきます。ただ飯で膨らませてるだけ。え、本当にそう。やばこれ。うまい。卵ダブルでしょ。チーズだよ。赤もんしか入ってんの。あ、そうや、ここでお願いしようと思います。コラボしてください。いや、おかしいでしょ。いや、あの、こちら始めたんで。ああ、いや、復活コラボしていただけませんか。いや、ぜひぜひ。僕まだこちらこそ2万人ぐらいしかいない。いや、すごいじゃん。めちゃくちゃすごいでしょ。マジで全然呼んでほしい。いや、なんかエスパーってその20万人とか行ったらさ、撮りたいなって思ってるからさ。ああ、じゃなくて、まあ、それはそれでいいから、うん、個人で呼んで。なるほどね。完食ごちそうさま。めちゃくちゃうまい。ということで、ケースケンチからのお送りでした。じゃあね、またね。こんにちは、3食目です。帰ってきました。買ってあったんすよ、ケースケンチ持ってってたんよ、一応。あ、そうなの。はい、こちら、ベン。これ初めて買ったんだけど。あれ、知ってる、知ってる。なんとかベリーズ工房みたいなやつ。全然違います。なんだっけ。ウェンディーズ。ウェンディーズか。月見 BBP バーガー、バーボン BBQ ベーコンポテトのことらしいっす。うまそう。うわ、うまそう。何、すごい。え、え、四角。四角だ。あ、ポテトも入ってるじゃん。そう、ポテトがっつりてっけら入ってる。めちゃくちゃうまそうです、これ。じゃあちょっといただきます。何個目のバーガーだろうな。めっちゃうまい。こういうなんかボリューミーな感じでいろいろ入ってるから、なんか濃い味想像すると思うんだけど、うん、そんなことない。なんか食いやすい。もう俺の月見生活も4日目だ。4日目かが終了した。なんか1週間こんな食い続けてるの久々でさ、結構大変。でもね、今月見ランキングもこういろいろ今ほうほう見えてきまして、まあそれはちょっと発表してほしいわ。まあなんでね、明日5日目、ちょっとね、だいぶね、店のレパートリーちょっともうなくなってきたんですよ、うん、もう物理的に。なんでも同じこと言ったことある店で食ってないやつとかも食えたらいいなとは思ってます。ということで4日目終了です。また明日。おはようございます。月見生活5日目、朝です。というか4日目の終わりから寝てないんですけれども、ちょっと編集しておりました。で、気づいたら朝になってたので、ちょっと朝飯を食おうと思いまして、朝飯はさっぱり行こうと思いまして、ですね、セブンイレブンさんでこちら見っけたので買ってみました。だし醤油で食べるお月見うどん。もう普通になんかさっぱりしたうどんにね、この温玉が乗ってますよ。温玉がね、うわ、美味しそう。うまそうじゃない。ほら、ほんと結構シンプルよね。じゃあお月見うどんシンプルにいただきます。はい、いってらっしゃい。うまいに決まってるよ。いやー、今日はどういうお月見食おっかな。楽しくはあるんだよな。今日もいっぱい仕事していっぱいお月見食います。こいつはゆっくり食います。ほんじゃ、今日もお付き合いよろしくお願いします。もう折り返しだからね、どんどん紹介していくぞ。はい、2食目の男登場です。今日もナッシーさんと来ております。お願いします。で、ここはどこかというと、アクカルです。アクカルです。なんとアクカルに月見の商品があったんですよ。
びっくり調べた。僕アカル大好きで大学生の頃めっちゃ行ってたんですよ。ということでカズシとかと楽しみですね。ちょっと楽しみですね。おもろかったですね見た目。なんかみんなちょっと楽しみにしておいてほしいんですけど、おもろかったです見た目が。というわけで皆さん、赤から来ました、最高で、おもろいのが見てください、メレンゲ、これをこれ乗っけて、でこの卵をぶち込むらしいです。グルーいけ、うわうわうわ、はい、これで月見です。なんか月見鍋っていうらしいです。これが赤からの月見鍋、いただきます。これうわ美味しい、まあ、絶対うまいんだろう。じゃあいただきます。熱いぞ。うん、ふわふわ食感が、うん、味は分かりません。口当たりしか分かんないな。あ、味は知らない。喉がしっかり味ついてるからさ。あ、確かにね、まあ、普通にうまいね。うん、じゃあこれね、月見鍋食っていきます。SP ブーム来すぎだろこの家。最近 SP の会話しかしてない。ということで3食目です。はい、朝から帰ってきて、お腹は減ってないが食います。今回バーガーキングさんで買ってきました。バーガーキングね、めっちゃおもろいのあって、月見ちょっと買ってみたんすよ。結構みんなびっくり仰天、カズシはあんまり好きじゃないかも。パイン月見っていう、はい終了。バーガー果たして月見なのかって感じなんだけど、あの卵を本来入れるところをパインにしてるらしい。まあ黄色でね。そう、ドーンとでっかいです。いただきます。めっちゃパインいる。めちゃくちゃパインがっつりいる。わかる。あ、これすごい、なんか炭というか焼いた時の味する。なんていうんだっけ、焼いた感強い味がします。で、粗挽き感が強くて結構いいっすね。スパイシーでパンチがありますね。でも甘みでちょっとパインが中和してくれるみたいな。あ、美味しい美味しい。だってこれにて5日目は終了ですが、残りもう2日になってきました。じゃあまた明日皆様お会いしましょう。5日目終了です。ごちそうさまでした。はい、皆さんこんにちは。直木マンションやないかい。ありがとうございます。月見生活6日目、今日もまず1食目、あのケンタッキー買ったんですよ、はい、でケンタッキー自体は2回目で、まだ食ったやつがあったんでちょっと注文してみたって感じですね。こちらとろーり月見チーズフィレ食べていきたいと思います。わ、形が面白いですが、でけー、うわ、ボリューミー、卵ももう、このチキンもドカーッと、これやばいでしょ。いただきます。はい、いってらっしゃい。やわらかっ、やわらかさナンバーワンかも、バーガーで。俺もでも具沢山タルタルの方がおすすめです。ちょっと今日はね、おそらくバーガー攻めになるかなと思います。今出てる分は制覇したいからね、ちょっと攻めたい。まあめちゃくちゃ美味しいじゃんこれ。うん、ほんじゃまた2食目でケンタッキー最高だマジで。さてさてさて、2食目ちょっとずっと編集しまして、はい、まあ、腹減ったというわけで2食目食いたいんですけれども、うん、またバーガーです。はい、というわけで今回はロッテリアさんですね。ロッテリアもね結構出してて、まだ食ってないやつで言うとちょっとおもろいのがあったので、こちらですね、和風半熟つくみエビバーガー、エビカツみたいなのが中に入ってますね。なるほど。これじゃあ食べてみたいと思います。いただきます。お、うん、あ、美味しい美味しい。エビが苦手な僕でも美味しいです。うん、相変わらずこのバンズはね、ふわふわで、このタレみたいなのが美味しいっすね。あとこの、これ半熟だから、あ、つきみちゃんでるーって卵出てくるのよ。あ、てかがっつりいるやん、エビ。あ、本物だ。本物も混じってる、うん、こう食べた時の満足度が高い。うん、終始エビ、エビ漬けは絶対これですね。で、まだね、ロッテリアあとね、ラス1ぐらいのね、食ったことないの。だからどうせだったらコンプリートしたいので、ちょっと次で食べようと思います。ほんじゃ、ごちそうさまでした。こんばんは。こんばんは。3食目です。3食目もバーガーです。おいしそう。やべ、きちい。もうやっぱ月見といえばバーガーの説あるね。そう、もうバーガー屋はほぼほぼあるね。というわけでまたロッテリアです。このノーマルの照り焼き食ってなかったので、これまた買いました。バーガーはね、もうほぼほぼ制覇したかな。これでまだちょっとあるのかな。ロッテリア制覇したでしょ、マッキングしたでしょ、ケンタッキーもしたでしょ、バーガーキングとかあんのかな。でもやめてよバーガーは。こんにちは、いただきます。はい、いただいちゃって。めちゃくちゃうまい。ロッテリアこのシンプルなやつが一番うまいかも。うえー、あ、バンズ違うね。なるほどね。ノーマルバンズですね、これ多分。今まで食ったロッテリアの別のやつは超ふわふわなやつだったんだけど。月見に行く？月見に行くか。月見ながらさ、あの、お月見食べて黄昏るシアンハンス。いや、うちのあれテラス出したよ。ああ、タワマンってバレたのだるいのか。これ一戸建てのでやってるもんね、やばいか、さすがに。まあいいけど、最上階ってバレたらやばいよね。これ編集者マジカットで、うん、切り替えるか。ごめんごめん。よし、ごちそうさまです。はい、ナイスー。いいよ、もう明日でラストだ。おー、やっとじゃん。いやー、長かった。これ3食食ってるから、うん、1週間ずっと月見の人はあんまいねえんじゃない。やばい、マジで月見しか食ってない、うん、そもそも月なんじゃねえの、リター。月見生活最終日でございます。はい、今日ちょっと友達がいるんですけど。ジャスティスターのヒユです。お願いします。ヒユです。
本当に仲良くさせてもらってます。いつもありがとうございます。ちょっとね、今日遊び来てたんで、そうです、まあ、一緒にちょっと月見付き合ってもらおうということで、はいはい、よしね、僕も一回食ってるんですけど、まだ食ってないのあったんで、牛とじ午前だっけ。そうですよね。こういうなんか、ほんと午前ですね。これも月見バージョンもあるんだって思って、久々でもないな、ヒュー。え、最後いつでしたっけ。あの、エスポの MV 撮影かな。ヒューは結構あの、スマブラ友達なんで、つい3日前ぐらいもね、やりましたね。そう、スマブラやってるから話しては、会話はしてるから、なんか久々に感じないんで。これめっちゃうまそうやん。えぐい。これ、えぐくない、みんな。これはデルデルですね。じゃあ、いただきます。じゃあ、うまっ。俺はもう吉野家の方が近いんで、行く時間多いんですよ。吉野家あんの。あります。あ、またやってる。その吉野家あんのから、そのなんか店の名前出したら、え、そっちあんのみたいな、完全に田舎も扱いされてるんですよね、うん、俺ら。まあ、ということで、これ最高にうまいっす。もう本当にみんな食べに来てください。え、回し物？吉野家の。また2着目で。はい、こんにちは。あ、チュース。はじめまして。ということで、バーガーキング2回目です。さあ、バーキンさんだ。バーキンね、俺、食ったと思ったんだけど、まだね、もう1体いたんだよね。あ、そう。もうね、こういう作業なんだよね。抜けたところを、もう店舗自体も多分、出てるやつは全部行ってんだよね、ほぼ。で、あの、パインのやつなんですけれども、今回はね、チポトレパインとかいう。チポトレ？ちょっと、エッチっすね。なんか辛いのかなと思って。なんで？トレーニングじゃねえからな。ああ、違うんか。前食ったのは照り焼きパインなんですけれども、こんな感じで、中にちょっと見せますね、パインが入ってる2つ。いただきます。別に辛いとかではないのかな。うん、うまい、うまい。でもやっぱり俺はパインなしでいいです。ああ、俺っちはね、パイン好きなんですよ。もう次でラストなんで、ラストね、もうワンピース見つけちゃったんで、ちょっとビビってるんですけど。ラストワンピース、最後それラストワンピース。ラフテル行かないといけないの、それ。どういうこと。え、ワンピース見つけるんですよ。ラフテル行かないといけないし、それ。さてさて、皆様、ついにやってまいりました、ラスト飯。あれから編集やら何やらしてまして、お腹減ったので最後のワンピースをはめるべく買ってまいりました。ダーン、吉野家。本日2回目。えぐい、やばい。吉野家ね、まだあったわ。ネギラー油月見とじ丼っていう。これ、俺なんで食わなかったんだろうって感じ。俺めっちゃ好きなんですよ、ネギもラー油も。じゃあこれを最後に月見のラストとして飾りたいと思います。で、これに卵をぶっかけると。やばっ。やばくない、このボリューミー。一番うまそうかも。あ、これが月見なんすか。いや、そう、あのね、ほんとにそうして言えることは、みんな便乗して卵乗っければいいと思って。卵よりは月見みたいな。いや、そうだよ、牛丼はマジそうだよ。でも、面白いことやっぱ期間限定とか出ると、なんか買いたくなるんだろうなっていうのは分かった。じゃあラストいただきます。いや、でも俺本当にね、この企画やってよかった、出会えてよかった。月見に俺は本当マックしか冗談抜きで知らなくて、いろんなの食ってマックが一番ではないことが判明しました。本当に、まあ僕個人の話ですよ。ついに発表するとき来た、俺のナンバーワン月見。計これ含めて店舗数で言ったらそんなないけど、21種類僕月見の商品食ったんですけど、ナンバーワンもいます。え、揺るがない。まあこいつ一口食ってから決めます。いただきます。うん、当たり前にうまい。が、1位ではない。おー、僕の1位はケンタッキーです。おー、おめでとうございます。おめでとうございます。ケンタッキー、僕はキックボード中の途中で深夜に食ったやつですね。まさかあの時に食ったのが1位になるとは。ケンタッキー、マジでケンタッキーは全部うまかったんですけど、その中で1位をつけるなら具沢山タルタルのバーガー。うまかったね。で、2位、びっくりドンキー。おお、でも初手で行ったやつ、あれはね、悪魔の食べ物だったね。えー、なんかすごいね、凝ってるのがね、伝わったよね。みんなこう、卵黄乗っけるだけとかなんで、正直、はいはい、なんか卵サラダなんだよね。卵サラダがハンバーグの上に乗ってて、で、それに卵黄乗っけてみたいな。で、照り焼きソースたっぷりみたいな。なるほど。もう地獄みたいな味すんの。なるほど。脳がぶっ壊れる。あれ忘れらんないね、最初に食ったけど。正直に言うと、ケンタッキー、びっくりドンキー、ここが最強でした。これ参考にして見てください。え、ケンタッキー食ってほしい。明日から普通の飯が食えるのが一番嬉しいです。まあそんなこんなで終了したわけです。調査お疲れ様でした。いや、調査できたんで、皆さんもね、ちょっと僕個人の感想にはなってますけど、全部ちょっと参考にしてみてほしいです。はい、というわけで、この動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、 X とインスタのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、あー